池袋なう、浅川図です。チビリアンです。えー、チビリアンが12月にね、札幌旅行に行ってきたっていうことだったね、うん。行ってまいりましたと思う。何日間ぐらい行ってきたのいや、もう超短いです。2泊3日。やっぱね、<ー>3泊はしたいかな。やっぱね、朝7時の飛行機はきつい。かなり早い便じゃん。<laughs> 朝、7時の飛行機で行かなきゃいけなくて、<う>やっぱさ、あの、1日目で超体力消耗しちゃっていましたね。<laughs> いや、確かにさ、俺もその、ピーチとかエアドゥ乗ったりするんだけどさ、朝7時の便は安いのは安いんだよ。そう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 。<laughs> ただまあ栃木からだと無理なんだよね、もう。<laughs> つかない,い。確かに。始発でも間に合わないから、<laughs> まあ、シビリアンのとこでも、でも6時とか出発しねえと、6時でもちょっと危険よな、いや、遅いですね。なんかもう、だから4時に起きて、<laughs> で、準備して、<ー>4時半にはもう家出て、あれ飛行機ってな、もう空港には1時間ぐらい前に着いてないと、不安だもんね。そう,そうなんでしょう。できれば、やっぱもう6時には空港着いてたいよねって<ー>話をしてって、うん で、結局、まあ、6時前には着いたんですけど、うん。やっぱ疲れますよね。今回は何、何ナか何人かでアナです。穴、ANA で行きました。羽田。うん、羽田から。まあ、近くはないよな。<laughs> <ー>近くはない。しかも、その、朝だから、休校とかあんまないんですよ。あ<ー>あ,<の>あ、なるほどね。だから、それに乗れれば、いつもだったら結構、早く着くけど、うん、今回は各駅で行ったし、 うん、な,かな,かな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 かでしたよ。ハードスケジュールで。ハードスケジュールで。向こうにじゃあ、<で>9時前ぐらいには着く感じ着きました。9時前に着いて、うん、とりあえず空港見ようぜってなって、新千歳空港。新千歳空港。新千歳空港で、あの、まずもうお土産の目星をつけて、えっと帰りに買っていく準備ってことだよな。 帰りにはもちろん買うんだけど、うもうその時点で買って送っちゃおうっていう話になって。え、郵送ってことそうです。手が込んでんな <laughs> もう、なんかそれで、<う>帰りはそんなに時間かけずお土産選びして、キャリーケースの中も重くしないで帰ろうよっていうプラン。あれ、アナって10キロだっけ荷物。どんぐらいなんだろう全然、全然見てなかったな。 ピーチとかね、あのー、安い飛行機は7キロとかなんだよね。そうですよね。少ないんですよね。そうちょ、ちょっと少ないんだよね。うん。で、その後だとお金かかっちゃうやつですよね。<laughs> そうそうそう、別料金になっちゃうっていう。じゃあ、新地都政をいくらかゆっくり回ってきて。そうです。それで10時過ぎぐらいに札幌行って、<ー>で、あの、泊まるホテルに荷物を預けて。うん。あ、そうだよな。だって早く着きすぎるとチェックインできねえよな。そう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 。 だから、まず預けて。<ー>で、もう一日目のプランを。夜は、合流してきた。夜、すすきので合流ですよ。<laughs> もちろん。ラーメン食ってきたラーメン。ラーメンはね、瞳<ー>が食べられないから食べられないんですよね。<laughs> あれラーメン全般ダメなんだっけ瞳ちゃん。ち、縮れ麺が好きじゃないです。<laughs> そのこだわりはよくわかんねえけどな。札幌は、味噌ラーメンは縮れ麺が主なので、 えっと、すみれとかだよな。はい。美味しいんですけどね。<ー>美味しいんですけど、うん、今回は、ラーメンはいただくことなく終えました。何を食べてきたのえー、24時間やってるおにぎり屋さんがすすきのにあって。あおーおー、俺、それ教えてもらったよ。あ、本当ですかうん。有名なんだったら、ね。にぎり、そう、にぎり飯っていうお店で。おーおーおー繁華街にあるところだよね。そう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 。 だってね、そこに行く途中だったか、行った帰りだったかね。うん、ちょと写真後で送りますけど。うん、まあ、まあ、すすきのなわけじゃないですか。まあまあ、そういうな、観楽街だもんな。で、なんかその、これからオープンするよっていうお店があって、うん、なんかそこにポスターが貼られてたんですけど、そこに貼られてたポスターに書いてあったのが、うん。戦隊赤スリとエッチなスパのお店って書いてある。 よく読み上げたな、お前も。<laughs> 普通のトーンで。いや、なんかさ、<laughs> 何かなって思ってみたら、しかもこんなになんかストレートに、隠しもせず、言っちゃうんだと思って。うん、まあなあ、OK とされてんだな。 結構びっくりして衝撃で写真を撮ったんですけど。まあそういうのがあったりとか。本当に、だからそういうところにあるおにぎり屋さん。そうそうそうなんだよな、場所はな。<laughs> そうそうそう。そこで食べてまいりましたよ。うん、今回はその握り飯のとこと、あと締めパフェ 最後にだから食うスイーツだろうそう、でも、私はご飯食べた後にデザートが食べられない体質なんですよ。うん<ー>。だからご飯を食べる前に行きました。って感じで。これからで、前回も喋ったけど、その、オリンピックのね、まあ、あ<ー>っていうのもあったけどそう、街の雰囲気的にはなんかそういうの、もう出てたの全然。<laughs> まだ、まあ、まだな、先だけれどな。いや、でも、そんなこう、 浮かれてる感じでもなく。そう、歓迎してる感じでもなく。まあ、急にな、出てきた話だからな。一応その道庁の、うん、あの、ところの、なんか柵に、東京オリンピックみたいな感じのは書いてあったけど、んなんかここに来て東京って文字見るとえるねって話をして。<laughs> <laughs> わざわざな、東京から脱出して北海道来たのにな。そう,そうそうそう、るねって言いながら歩いてました。 どこ行ってきたのあとは。えっとですね。うん。ま、住んでたところを、瞳に案内したりとか。えっ、ー、と、新札幌だっけなんか水族館があるとこだよな。そうです、そうです。そこ行ったりとか。だ、ただ、<ー>その、あまりにも1日目に体力を使い果たして、うん。二日目が結構辛くて。ぐだぐだしてたパターン。ぐだぐだしましたね。二日目はだいぶぐだぐだしましたね。二<ー>泊三日じゃな <laughs> ちょっとな そう。なんか本当はね、<ー>三泊ぐらいしたかったけど、まあ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 。次回は三泊だねって言ってましたけど。これからな、12月とか北海道旅行する人もな、いるかもしれないから、なんかおすすめがあったら。うん 教えてもらいたいね。すすえまず、その握り飯は美味しかったから。いや、人気あるみたいなんだよね。うん。だから、すすきのは行ってほしいのと、あとはですね、えっと、丸い米っていう百貨店が大通り沿いにあるんですけど、うん、大通り沿いにはその丸い米の中に、べんべやつさんっていうお菓子屋さんがあって、うん、そこのお菓子が結構美味しくて好きなんですけど、 どういうお菓子なのもう洋菓子です。洋菓子。焼き菓子と生菓子と、<ー>あとチョコレート系とかが置いてあるんですけど、<ー>そのクッキーとかが1枚単位で買えるんですよ。<ー>で、中でも私がおすすめなのはラムレーズンのクッキーと、チーズのクッキー。ーあとね、私が行ってる時は大通公園で、<ー>ミュンヘンクリスマスマーケットっていうのをやってるんですよ。あミュンヘンクリスマス市だったかな。 うん、ミュンヘンクリスマス市だ。<ー>私、冬に行くと必ず立ち寄るんですけど、うん、もうね、東京なんかでやってるクリスマスマーケットがしょぼく感じられるほどの雰囲気のいい感じのクリスマスマーケットで。ミュンヘンってドイツのミュンヘンってことそうです。姉妹都市だったかなそれでかな俺、その前札幌行った時さ、ビールのやつやってたからさ、 うんうんうん。オクトーバーフェスト。そう,そうそうそう。あれもドイツだもんね。うんうん、そうですね。<ー>そういえば。じゃあそういうつながりがあるんだ。なんですかね。その西洋風のちゃんとしたクリスマスの感じなんだ。もうね、そう。なんか、あの、すごい本当に雰囲気がいいんですよ。うん、で、やっぱ雪も降るから。ああ、そっかそっか。まあ、こっちとはまた全然違う雰囲気なんですけど。 こっちでも、日比谷公園とかで結構クリスマスイチやってるんですけど、んなんか、なんか違うんですよ。イルミネーションが派手だったりとか、うん、そういうんじゃないんだよっていう。あ <laughs> なるほどな。<laughs> もう本当にこれは浅川さんにも行ってもらいたい感じの、あの、ね、ホットワインとか飲めたりとか、あと、向こうのドイツのお料理食べられたりとか、うん、なんかそういうイベントです。やっぱウィンナーとか そうです。カリーブルストとかね。あと、アイスバインとかね。<laughs> ちょっと詳しくなってんね <laughs>。私もともと知ってた、それは。え、マ、ま、ジ <laughs> 意外だな、ドイツ料理を知ってるっていうのはちょっと意外だったドイツ料理はでも結構ビアガーデンとか行くとありませんかああ、まあ一緒にな、ビールと、まあ、出てくるわな。うん。なんかそういうとこで見た記憶。だからそれにとか、あとは、うん、なんだろう、藻岩山 うん。もえは山は、ロープウェイな。そう。手がちぎれるほど寒かったけど。<laughs> <laughs> あのー、ほら、南京城のやつ見てきたよ。あ、見てきました。あそこでさ、ほら、一応、下の階で南京城売ってんじゃん。売ってる売ってる。だけどさ、独自の南京城つけてくるやついいのな。あ、そうなんだ。私もう寒すぎて何も見れなかった。<おう> <laughs> 俺、それ、バシバシ、実は写真撮ってさ。<laughs> <laughs> あの、お店じゃない南京錠をけてるやつ、晒してやろうかなと思ってさ。<laughs> 性格が悪い。<laughs> だってさ、あれは、 お店の南京は後からさ、ちゃんと外せるようになってんだよ、鍵で。<laughs> <ん>で、えっと、満席っていうかさ、満員になるとあの、南京錠外してくらしいんだよね、うんうん、どうも。エマと一緒ですね。そうそう、ね、エマと一緒で。ある、一定期間で外していくけど、オリジナルのやつでさ、もう、寂しさびになってるさ、あ、これもう何十年もここを外されないやつあるんだなと思ったらさ、いや、まあ、一応ね、あれは、その、仲が永遠に続きますようにっていうことで、うん、カップルがつけていくんだろうけれど、うん ルール破ってさ、オリジナルの南京城とかずるくねと思ってさず,るずるいし、まあそういうことする人はすぐ分かれますからか大丈夫でそう、言ってやれ言ってやれ。<laughs> 全然大丈夫です。そういうことする人はね。その時ね、スマホ回しながらね、じゃあこれからこのオリジナル南京錠叩き割ってきますって言いながらね、<laughs> ビデオを撮ろうと思ったんだけど、さすがにね、ちょっと連れに止められて。<ー> <laughs> それはやめましょうよと。やめましょうと。私だったらやってたかなあ。あそこ寒いんだよな、あの上な。いや、もうね。うん、手、本当に。あの、写真撮りたいから手袋を外すわけですよ。 景色はいいんだけどね。もうね、こんなかって思って。まあ、言ってもあそこ標高なそこそこ2、300メートルぐらいはあるだろうから。いやー、寒かった。そうそうそう。<laughs> あと、鐘鳴らすとこあんじゃん。うん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 。あれが結構音でかくてみんなビクって。あそうそうそう、<laughs> 結構ね。<laughs> でも私が行った時はもう鐘鳴らす人なんて一人もいませんでしたね。寒くてな。寒くて。ああ<ー>わ、うん、かるわかる。 夜景撮んなきゃ、みたいな。あそこは、えっ、ー、と、入り口までバスもな、出てるから。うん。まあ、そうそう。まあ、いいと思うよ。面白いと思うよね。ぜひね、行ってほしいですね。うん、あそこは。萌岩山は。岩山。はい。えっと、市電で,で行けるんだよな、途中行けます行けます。ロープウェイ入り口っていうところまで、あの、市電で出てもらって。外回りだったかなすすきのから行ったりすると。あとはまあ、市電もな、面白いよな。うん。 一周ぐるっと乗ってみたけれど、まあ、風情があるっていうか、萌岩山駅のちょっと手前だったか、その駅のさ、その、電車の車両倉庫っていうか、うん、だかそこ見学とかできるんだよね。えー、そこ見たらさ、その市電が何個か並んでてさ、撮り鉄の人とかここ行くんじゃねえかなと思って。好きでしょうね、そういうところね。うんね これからの季節な、まあ本当にクリスマスとか札幌、綺麗だろうからさ。うん、本格的なね、クリスマスイベントとか。うん、あと、まあ雪祭りは来年か。そうですね、2月頃ですね。うん、なんでね、ぜひぜひ。まあ、チビリアンもおすすめのね。はい。えー、札幌旅行でございますけれど。はい、来年も行きます。 一 <laughs> 年に一回ぐらい行ってる感じもう本当に。な、一年に一回とかじゃなくて、もういっぱい行きたいんですけど。今年は俺もな、札幌二回ぐらい行ったんでね。うんうんうん。だいぶ、 だいぶ詳しくなったって言うとね、札幌の人に怒られそうなんであれですけれど。<laughs> いや、あのね、その北海道の人が北海道愛がすごい強いの知ってるからね。あんまり下手なこと言うとね、そ,うそ,う <laughs> それ間違ってるってね、言われかねないんで。うん、私帰りたくなくなったもん、やっぱり。北海道愛が強いから。それなりに強いです。<laughs> なんかね、うん、その手芸屋に行ったんですよ、札幌っていうか北海道にしかない。うんうんうん。かなりや っていう手芸屋さんがあって、うん、で、そこでこう、いろいろ見てたんですけど、店員さんが電話してて、ごめんねって言ったんですよ。ああはい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 。でもそれ聞いた瞬間ちょっと泣きそうになって。その発音に。なんか、そう、昔、なんか先生とかもみんな周りの子も行ってたから。なるほどなそう、なんかそういう思い出もありました。思い出が浮かび上がってくるシーンもありました。まあ、チビリアンもおすすめの北海道旅行。はい。 はい、ということでぜひ,ぜひぜひ1ヶ月前ぐらいとかにな飛行機取れれば結構安かったりするから結構いけるいけるねいう感じでございます、うんはい、よろしければチャンネル登録お願いします